船木正和です。今回も質問フォームからの質問になります。船木選手から見たプロレスの名勝負についてお聞かせいただけると幸いです。世代によって名勝負は違うと思いますが、どういう試合が名勝負かという考え方について、選手目線、またはファンの頃の目線、さらに選手となってから思わず食い入るように見入った試合など、また名勝負とは言えないが印象に残っている試合など、船木選手が若手時代にはセコンドとしてのお仕事をしながらになったかと思いますが、猪木さん、藤波さん、先輩選手の印象に残っている名勝負などをお聞かせ願いたいですとの質問です。まずですね、どういう試合が名勝負かというところなんですけど、自分の考えです。やっぱり選手とですね、当たり前なんですけども、選手とお客さんが一体化した試合ですね。自分の理想なんですけども、まず選手のがそのリングに持っていく緊張感ですね。で、2人の選手がで戦っているうちに、その緊張感にその周りのお客さんがこう食い入るようにですね、こう釣られていって、それである瞬間をきっかけにですね、その一気にその、空気がこうパッと変わって、それでそこから2人 その選手に対してお客さんがどんどんこう熱をですね、こうつぎ込んでいって、声援とかですね、いろんなそのウォーとか あーとかですね、そういう声援が入っていて、で選手の名前を呼んだりとかですね、コールが起きたりとか、そういうの自然にその起きて、それで気がついたら選手とお客さんが一体化して、でそのお客さんの盛り上がりに、その何ですか、気持ちももっとその選手の気持ちも盛り上がっていって、もっとその頑張って、それがこううまくこう交差した試合がですね、名勝負だと思います。具体的にちょっとこう分かりづらいと思うんですけども、選手とお客さんが一体化したその試合ですね、もう熱がわっとこう盛り上がる感じで、でこれはプロレスに限らず格闘技も同じだと思います。やっぱりその、リングがあって、で周りにお客さんがいて、でそのリングの中でその試合、あと人間と人間がその戦っている試合、それを見てお客さんがその緊張感をですね、こう感じて、それでこう自然にその声援をですね、そのリングにこうワッと、コールも含めてうわっ、なんとかその応援ですね、応援が集まって、で自然にその会場が一体化した、その選手とお客さん一体化した熱でこう包まれる、それが自分の理想とする名勝負 その試合になります。次なんですけども、ファンの頃ですね、思わず食い入るように見入った試合です。これは一つだけあります。初代タイガーマスク対寺西勇戦ですね。1983年7月7日大阪府立体育館になります。でこれはですね、自分がその入門する9ヶ月前の試合なんですけども、タイガーマスクがですね、次回からその名前が変わるという、でその名前がサイモンさんから聞いた名前ではフライングタイガーですねになるんじゃないか、ちょっと青いなんかマスクになってですね、空を飛ぶようなそんな感じの、そういうイメージだと思うんですけども、そのマスクマンに変身するということで、それの最後のですね、タイガーマスクとしての試合だったと思うんですけども、珍しくっていうか、新しく初めてそのパンタロンスタイルですね、赤いパンタロンスタイルになって、それでいて結構それまで以上にその蹴りをですね、こう対応して、で関節技と蹴りをすごく対応しているので、その頃ファンの時はですね、なんかすごくそれまで以上に、タイガーマスクがパワーアップしてるようなするようなそういうイメージを抱きました。なんか飛んだり跳ねたりが少しこう少なくなったような、それでもスープレックスとかその飛び技もあるんですけども、それ以上にその蹴りがですね、すごく強力になった試合と思って、それで見てましたので、なんかタイガーマスクはですね、これから新しくそのリニューアルして進化していくんだな、
そういうきっかけですねになるような期待を持たせてくれた試合、これが自分が思ったファンの頃ですねに思ったその思わず食い入るように見入ってしまった試合です。次がですね、選手になってから思わず食い入るように見入った試合なんですけども、これはですね、前田明対どんなかやニールセンですね、両国技館です。やっぱり、時はですね、生まれて初めて、それまで新日本プロレスにはもう異種格闘技戦というのがあったのは知ってたんですけども、初めてその自分が目の前で見るその異種格闘技戦ですね、なんかそのキックボクサー対先輩のプロレスラーというその試合なんですけども、それこそ前田さんのですね、感じがいつもの試合とは違う緊張感を発していました。で、公開スパーリングとかも見たんですけども、いつもよりもその真面目というかですね、あんまりこう言葉少なくなんですけども、花束をですねパッとその投げた、ニルセンとこう相対して、それでこうずっとこうガン付け合戦っていうんですかね、それをやって、でその後こう花束をバッとこう投げた瞬間、またいつもの前田さんになったような気がしたんですけども、試合が始まりましてですね、最初の1ラウンド目の、ラウンド制っていうのもなんか新鮮でした。で1ラウンド目でそのなんかそのキックですね、キックとパンチをこうお互いこう牽制して出すんですけども、ニールセンのワンツーのですねストレートがポーンと入って、その瞬間前田さんがちょっとこうグラッとしたんです。そういうシーンがですね今までその試合で見たことがありませんでしたので、なんか前田さんの頭がすごくこう吹っ飛ばされてるって、そんなことをする選手はいませんでしたので、その瞬間なんかこの試合はいつもの試合と違うんだな、なんとなくですけども、その昔あったそのやっぱり道場破りっていうんですかね、他の格闘技とそのプロレスの戦いっていうのがなんかこれなのかっていうふうに、自分はその猪木さんの異種格闘技戦はですね、それまで見たことがなかった、現場でセコンドとしてその見たことがなかったので、あんまりその緊張感っていうのは分からなかったんですけども、その瞬間前田さんの顔が吹っ飛ばされる瞬間、なんかそのこれがそのやるかやられるかの緊張感なのかっていうふうにこうパッとこう感じました。で UWF の選手以外は全部その外のフェンスですねの後ろで見なければいけなかったので、その後ろからこう見てて、でもなんか本当はもう目の前でリングサイドでちょっとこう見たいなっていうぐらい思ったんですけども、リングの後ろから見て、それで合計何ラウンドですかね、7ラウンドぐらい行ったんですか、最後にその逆エビ固めを決めて、うわーカンカンカンってなった瞬間、やったーですね。選手になってって、自分も選手なんですけども、なんかそれとは違うそのプロレスの看板をその背中に背負って、それでこう他の格闘技と戦って、それで倒されそうになりながらも勝ったっていうところに、ものすごくそうですね、なんか凄みというかですね、その瞬間この試合をするその UWF の前田さんですね、前田さんの強さと、本当に強いんだなっていう、なんかそのレスラー同士じゃない部分でその強さ、それからUWF がですね今ストロングスタイルの最先端を行ってるっていう、そういうふうにその感じさせてもらった試合でした。次なんですけども、名勝負とは言えないが印象に残っている試合、これです。これも前田さんの試合なんですけども、前田明対アンドレ・ザ・ジャイアントですね。前にその、自分が思ったベストバートっていう YouTube で紹介させてもらったんですけども、これはですねやっぱりその普通の通常のプロレスラー同士の試合なんですけども、試合が始まる前から、普通のプロレスの試合ではないというその空気がありましてですね、で自分もセコンドというか若手でいたんですけども、試合の前にその前田さんがちょっとこう揉めているという、そういうミスター高橋さんとこう 話をしてて揉めているシーンを目にしましたので、今回この試合
どうなるのかなと、そういう空気を感じながらですね、見たセコンドで見た試合なんです。まあ、これも自分はセコンド新日本プロレスだったので、まあ、藤波さんの付き人でしたので、セコンドにはつかないで、それでいてリングに設定してある、モニターですね、モニターを見ながらだったんですけども、やっぱり、まあ、始まってすぐにですね、前田さんとアンドレがこうなかなかこうくっつかないで、タックルをしても潰される、で下でグラウンドでこう押し潰されて喉を締められたりとかですね、フルネルソンで首がこうなんかこう決められそうになって逃げたりとか、そういうなんかやっぱりそのいつものプロレスとは違う、それこそ石川統一戦とまたちょっと違う感じの、そのなんか変なその緊張感がですねありまして、それでいてお客さんがなんかそのわけわからず沸くこともできないで、ただその前だとかですね、そんな感じのこう声援を送って、で若松さんの覚醒器からの声だけがこうずっとこう鳴り響いてる、そんな不思議な試合で、まあ、正直一般的にはですね、まあ、お客さんはわけ分かってないので、まあ、自分のその理想の名勝負とは全く違うんですけども、正直自分はその試合はですね、選手として思わずその見入ってしまった、今思い出す試合です。まあ、プロレスの中でですね、それで、まあ、それで最終的にそのアンドレ選手がその、まあ、スタミナ切れだと思うんですけども、前田さんのローキックを食らって、それでこう倒れて、でそれからもう立ってこなくなってしまって、もうお手上げ状態なんですけども、まあ、前田さんの方がその時点で強かったという、その試合でですね、その UWF への憧れがですね、まあ、自分の中の、その UWF の憧れ、新しいそのニューストロングスタイル そのプロレスに対して その憧れが不動になった試合でした。これが2つ目ですね、名勝負とは言えないが印象に残る試合で、その次です、3つ目、先輩選手のですね、印象に残っている名勝負なんですけども、これはもう本当に一つだけ心から感動した試合が一つだけありました。85年の12月12日 IWGP タッグリーグ戦、アントニオ猪木、坂口誠二対藤波辰爾、木村健吾組のその一戦です。これはですね、本来であれば、その試合の後に、ブルーザー・ブロディとジミー・スヌーカーですねがダントツでそのトップでいましたので、その試合が組まれる予定だったんですけども、たまたまですけども、その日の新幹線に乗る前にブロディがですね、ミスター高橋さんを通して、そのなんか新日本プロレスになんか要求をしてきた、まあ、もしかしたらギャラかなんかだと思うんですけども、分かりません、何を言ったのかで、まあ、ギャラじゃないかというそういう話は噂はあるんですけども、実際のところは分かりませんなんですけども、でとにかくブロディが新幹線から降りてしまったという、そういう情報がですね、会場に着いた時にそう入ってきまして、若手の自分にもどうなるんだろう、まあ、若手同士でもこう今日どうするんだろうねみたいな話をしてて、でそこで出てきたのがこのカードなんですね、猪木対藤波木村組という、そのこの何日か前に、ま、そのリーグ戦で、両国国技館で行った試合もすごく良かったです。なんですけども、確か、時間切れ引き分けで終わったんですね。なので、まあ、最終的にこれが優勝決定戦でもあり、その試合の両国の試合の、決定戦ですね、両国の試合の決着戦ですねにもなるというふうに思いました。で、まあ、自分は藤波さんの、付き人でしたので、どうなるのかな、この間は引き分けだったな、今日はどっちが勝つのかな、できれば、自分は藤波さんの付き人なので、藤波さん勝ったらいいな、でもどうなのかな、まだ藤波さん勝てないかなとかですね、いろいろこう頭の中でその巡らして、それでこう、今回はですね、まあ、セコンドとして、本当にセコンドとしてリングの下からですねこう見たんですけども、結果ですね、31分53秒ですね、30分超えです。前回と同じく30分以上ですねかかって、で31分53秒、
30分経過の多分後だと思うんですけども、バーッとその動きが目まぐるしくなって、それで最後に猪木さんから藤波さんがドラゴンスープレックスでその見事ピンフォールを奪ったというその記念すべき試合になりました。で本当にですね、そういうふうになるなってはほしいんですけども、なるとは思わなかったのでものすごく嬉しかったです。本当に、レスラーにも自分もなってましたし、それでいて藤波さんの付き人なので、そういうなんかファン的気持ちを出してはいけないとは思ってたんですけども、心から嬉しかったですね。なんか最後の最後ですね、12月もうこれで、この今年の試合終わりという時に、なんかちょっとブロディたちがそのいきなりいなくなって新日本プロレスダメなんじゃないかなまたって思った瞬間に、最高のなんかですね、フィナーレというかですね、あの瞬間はおそらくお客さんたちも藤波さんに勝ってほしいけども、どうなんだろう、まだ無理なんじゃないかなって、そういうギリギリのそのところでどっちになるのかなっていう感覚が全員思ってたような気がしますね。なので試合もどちらかというとやっぱりその藤波さん組の応援が多かったと思います。それでいて最後に藤波さんがドラゴンスープレックス、自分のオリジナルで猪木さん師匠からそのフォールを取った、フォールですから完全にこれは師匠越えですね。なのでその記念すべき瞬間ですね、鳥肌立ちましたね。なので、この試合はですね、新日本プロレス時代自分が4年間いた中で最もその感動させてもらった試合として、未だにその記憶があります。最高のそれこそ名勝負ですね。選手の動きに、お客さんがその緊張感にその自然にこう入っていって、それでみんなが応援して、で最後におそらくですけども、みんなが心のどっかで望んでた結果がですね、その出てきて、最高に100点満点の最高の名勝負だと自分は思いました。はい、こんな感じでなんですけども、どうでしたでしょうか。自分がその思う名勝負ですね、名勝負の定義はその選手の緊張感と動きですね、パフォーマンスにお客さんが自然にその感動してですね、こう中に入っていって、でいつしか選手とお客さんが一体化して、選手お客さんの声に選手が応えるようにもっと激しく動いてですね、うまくいけばお客さんが思っているその結果ですね、結果が出てきたら、最後のこの藤波さんの試合みたいに出てきたら最高だなっていう、そういうそれがなんかそのプロレス、リングマットですね、マット界リングの中の名勝負なような気がします。以上です。今回は、船木選手から見た、船木正和から見た、プロレスの名勝負についてをお話ししました。ご視聴ありがとうございました。